広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチートクチードラケウチです。ヨピエットです。ライチメカーです。本日も拡張パックステラミラクルに収録される新カードを紹介していきたいと思います。イエーイイエーイ。では早速紹介していきたいと思います。ギギギアル、キラリと光ったボディが印象的なイラストですね、うん、ギギギアルは鋼タイプの二進化ポケモンで HP が140です。特性が緊急回転、自分の番にこのカードが手札にあり、相手の場に二進化ポケモンがいるなら1回使えます。このカードをベンチに出します。技が無色2個、ハイパービーム130ダメージで、このポケモンについているエネルギーを全てトラッシュします。特性の緊急回転が面白いです。相手の場に二進化ポケモンがいれば、ギアルから進化させなくても手札から直接ベンチに出しちゃいます。二進化ポケモンを採用するデッキだと、セグレイブを採用するパオジアン EX デッキには特に有利に戦えそうです。ダブルターボエネルギー1枚で技を使えるということで、もし110ダメージになっても弱点をつけば220なので、まあ、パオジアン EX バッチリ倒せます。はい、セグレイブ以外にもリザードン EX やドラパルト EX、ピジョット EX など大会などでよく見るポケモンにはいろんな二進化ポケモンがいるので、デッキに入れておけば緊急回転が役立つ場面も多そうです。あとはこのギギギアル、5大トスデッキに入れるっていうのも良さそうですよね。はい、技のエボルプレスは自分の場に進化ポケモンがいるほどダメージが上がるので、緊急回転でギギギアルを場に出せば手軽なダメージアップ手段になりそうです。無色エネルギーで技が使えるポケモンなので、ぜひいろんなデッキに入れてみてください。進化前のギアル、ギギアルはこちらです。はい、ギアルはね、まず太めな線で描かれててポップな印象でいいですよね、うん、ギギアルは工場みたいなところにいるんですかね。はいはいはい、右下のポケモン図鑑見てほしいんですけど、うんうん、デカギアっていうのとチビギアっていうのがあるらしくてはい、はい、このネーミングがね、可愛いですよ、ね、いいね、はい、ということで本日は拡張パックステラミラクルに収録される新カードを紹介していきました。今後もポケカチャンネルではステラミラクルの最新情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみにお待ちください。動画への高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。